嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。今日ないよ、土曜。今日は土曜。毎週金曜、ガチレスのコーナー。いや、なんで今曜日聞いたの？なんで？全然意味わからない。今回ゲスト来てます、リューチェルさんです。こんにちは、リューチェルです。リューチェル、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 見たことない見たやつの反応ちゃう。見たこれ？TM レボリューションですか？ TM レボリューションじゃねえよ。そんなわけないじゃん。 TM レボリューションの赤だ。赤だ。赤っておかしいな。赤でしょ。赤がここまで来ました。結構でかくなっちゃった。結構いい服なんだよこれね。え、かっこいいし。高かったよね。そう、結構高かった。世の中にはね、危険なバイトっていうのがいっぱいあると思うんだけど、うん、裏バイトみたいな。そう、裏バイトよくあるのあれね。はい、バチついた、バチついた、バチついてます。え、ちょっと聞こえちゃった。赤には聞こえない。いや、赤でも聞こえるって。赤がねえし。いや、有名な下屋バイトとかね。そう、そう。その中でも最も危険と言われてるバイトがあって、それが骨折バイトって言われてるもので、手とか足とかわざと折るっていう。これ何が目的かって言ったら、折ってその後の回復の観察したり。もう遅えよ。もう100年前に終わってんだから。いやいやいや、ほんなら全国に骨折してる人が多分いるからね。その人たちも見りゃいいじゃん。じゃあなんでわざわざ折るかって言ったら、折る瞬間を医学的に見て今後の医学の発展に役立てると。どこまでの衝撃が入ったらひびが入るのかとか、そういうことのためにこうわざと折る。時給いくら？折る箇所によって値段が変わってくるんだって。一番安いところどこ？一番安いのは腕、10万と言われてる。でも10万って言われてる話もあれば、3万円って言われてる話もあって。3万で骨折したくないね。やばいわ。麻酔とかすんの？これしない。いやいやいや。それも理由があって、神経がどのように送られてるか、神経の伝達がすごいとこまで見るんか。あばら、いやいや、やばいって。あばらが30万で、足、太ももが60万らしい。え、足の方が高いんか。こう来てさ、はい、行きまーすとか言ってさ、なんかトンカチ持ってさってことなの。あ、なんかほんとそんな感じだし。マジで怖っ。で、こう今行きますで、パッてやって、あ、全然折れなかったですとかあるでしょ。痛いだけとかあるんじゃない。あるでしょ。いや、まあそれはあるでしょ、ね、それこそ。こういった類のバイトって治験って言われてて、うん、地球研究部に。そうだね、治るに実験の件で。治験じゃない、治験じゃない。そう、治験自体は治療実験所なの。それとも地下治療の実験室みたいな。実験、どれ治療実験だな。どれな、治療実験。チェッ、聞くやん。そんな重要なのね。どうでもええやろ、待って。あ、そういうことか。治験自体は新しい薬とかサプリとか錠剤が、あ、それ聞いたことある。薬は、大学の時聞いたわ。まだ世に出せないような薬を飲むから。そう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 、1回飲むだけで交番とか。いや、でも危なくない？それ普通に。下手こいたもん、積むっていう、うん、で、この中でも一番危険って言われてるのがこの骨折バイト。その骨折バイトのする応募をかける人の特徴としては、痛くありませんっていうのが決まり文句なんだって。そういうことを言って、ちょっと安心させるんだって。寄らせるんだ。そうそうそう、応募かけて、誓約書みたいなのが取るんだって。送った瞬間にもう何でもありと。そう、もう何でもあり。もう研究所なり、なんか病院なりね、行って、もう看護師とかが万力とか、万力使われること。うわ、言って。何万力って。こう、こういうやつないの。ガチャってやったら、あ、ちげえ、バンって折れるやつ。意味わかんない。これになんか5万とか5万ってやばい。絶対に100でしょ。3桁は必要でしょ、まず。途中でもうやっぱ無理だってなっちゃう人もいるらしいの、うん、でももう誓約書書かされてるから、もう途中放棄ができない。闇が見えた。そう、闇だ。地獄じゃん。え、バイトでしょ。入院代とかも負担してくれるんだけど、うん、入院代は保証してくれないってところも。いやいやいや、それはもう誰がやんのよ。するん、おるん。痛くないのか、嫌い文句とか、その怖いイメージ持たれないようにみたいなことをしてるから、地雷を踏んじゃってる。そうそうそう、行って初めて、なんでどこに入っちゃった。その時にはもう逃げれない。だから皆さんもね、気軽に体を売るようなことは絶対にしないと心がけていただきたい。信じるか信じないかはあなた次第です。控えめに言う人しないで。どこ向いて
言うんだお前。最後に一言言わして。いや、嫌です。一番言いたいことがあるわ。終わりです、もう早くしゃべる。3、あ、だから、だから骨を折ろうが割に合わない。だからこれが本当の骨折り損だよね。一ミリもいない。俺やりたいんだけど、それ、うん、こういうバカがいるな。俺やってみて。やらせるよ。うん、本気なの。いや、いい、え、まああったけど大丈夫。いいよ、俺小指だけとかだったら腕がいい。いや、折るとしたら指がいいでしょ。指は痛い。指よくないよ。指痛いって犬の方が。指バカ痛い。ということで皆さん、高時給だからといって騙されないように気をつけてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。本日のゲスト、リューチェルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。リューチェルでした。リューチェル、リューチェル、リューチェル。聞いたことないやろ、絶対。違う、お前じゃなくて。リューチェル、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 リューチェル。誰か来て。